ちょうど昨日酒を予約していったから今日も来るはずだ。1階は客も多くてうるさいだろう。待つなら2階にしておくといい。いらっしゃいませ。予約していたお酒はもう準備してありますよ。本当に来たな。早く下に行こう。完全に無視している。旅人旅の目的は悪くない理由だ。迎えに座るがいい。これって成功したのか。不思議な人だな。その小さいのは。おい、全然違う。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か。いいだろう。あんなに冷たかったのにどうして。逆に不安になってきた。だが報酬は事前に払ってもらおう。500モラと3つの質問だ。500モラは一括払い、3つの質問はその後聞く。そうだ。それっぽっちの報酬で。ますます不安になってきたぞ。何か裏が。確かに受け取った。では3つの質問に答えてもらおう。質問の回答に間違いなど存在しない。あるのは態度の違いだけだ。貴様の選択が知りたい。好きに答えるがいい。一つ目の質問だ。モンド城の流災は貴様とウェンティと名乗る風神が解決した。では流災を終わらせた鍵は誰だと思う。俺は知るべきことを知っている。質問に答えてもらおう。それが貴様の答えか。把握した。二つ目の質問だ。リー・ウェコを幾千年も守ってきた元王帝君は自身の神の心を用いて全ての契約を終わりにする契約を交わした。では神を失った今後のリー・ウェコは誰が守る。それが貴様の答えか。把握した。最後の質問だ。この世界には神の目を持つ者と神の目を持たない者がいる。では神にとってどちらの方が重要だと思う。それが貴様の答えか。把握した。やはり貴様は彼女と似ている。500モラは確かに受け取った。貴様がこの世界に対する認識も少しだけだが把握した。では約束通り依頼内容を言うがいい。と言ってもアビス教団に関する依頼しか引き受けないがな。俺は貴様と同じく旅をしている。貴様は家族のため、そして俺はアビスと戦うためだ。ああ、アビスに仕えるあれらの怪物はアビス教団がこの世界に振りまいた混乱の種だ。俺はアビスの使徒の痕跡を追ってモンドに来た。アビスの使徒？アビスの魔術師の統率者であり、アビスで特に歪んだ怪物の一種。
流災の後はずっとリーユエにいて、ファデュイみたいな人間の悪の勢力と戦ってたから、人間じゃないアビス教団とは関わってなかったんだよな。おそらくそれも何か原因があるのだろう。あるいは誰かに命令され、わざと貴様たちと出会わないようにしていたのかもしれん。なんだか危なそうだぞ。オイラたちを狙ってるのか。うん、オイラたち強いもんな。まったく、彼女と同じ気迫だ。それなら俺たちも早速現地に行こう。俺が仕入れた情報によれば、アビス教団は再びセピロスの神殿に潜伏しているようだ。そこで落ち合おう。貴様のアビスに対する疑惑、そこでなら答えが出るかもしれん。さあ飲め飲め。人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が確かに残っている。セピュロス、風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない、中に入ろう。アビスの気配が強い。アビスの使徒、そんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。師匠の技を喰らいなさ。は？風と共に去れ。おとなしく捕まれ。我が命を聞き。魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここを離れたようだ。アビス、混乱であり破滅である。歪みに狂った混沌と世界を蝕む元凶。神の眷属であったトワリンでさえ、アビスの力による侵食の前では無力であった。アビスの怪物の目的はただ一つ、それは神々が支配する世界を覆すこと。第
ビスのことよく知ってるな。俺とアビスには切っても切れない縁がある。さあ、おしゃべりはここまでだ。放浪寮に向かおう。俺の調査では、あの老いぼれ狼の領土がアビス教団の現れたもう一つの場所だ。そこならアビスの使徒に会えるかもしれん。群れに好かれなそうだから、早く行って落ち合おう。放浪寮の主ボレアス、鋭利な牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知らないし、奴も俺を知らない。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと詳しくなったんだ。では、アビスの使徒がここにいるのか、確かめに行こう。どこから探せばいいんだ？はーい。もしかして、このかがり火と何か関係が？そうだ。その炎に漂っているのが、まさにアビスの呪文。あの教団のことだ。付近に何か残っているはず。周りを探してみろ。
捜索は終わったか。俺もここら一帯で痕跡を少し見つけた。しかし、それはすべてアビスの魔術師が残したもの。アビスの深いところにはまだ達していない。どうやらアビスの使徒ですら、ボレアスに歯向かうつもりはないらしい。ここを離れよう。あの老いぼれ狼が唯一誇れるものは、この領地に対する信念だけだからな。ふぅ、手がかりが途絶えたな。諦めるか？いや、最後にもう一つ行く場所がある。風流廃墟で待っている。流災で起きた出来事は知っている。貴様たちがここを訪れた時にはとうに風流廃墟と呼ばれるようになっていた。この地名も風流より廃墟の方がしっくりくる。俺の記憶ではこの廃墟とあの竜はほとんど関係がなかった。俺が初めて旧モンドの廃墟を見た時、トワリンはまだ落ちていなかった。無論こんな場所に来るゆえんもなかった。え、でもトワリンの事件って数百年前のはずじゃ。気にするな。この廃墟に封印されていた動向装置に覚えはあるか。アビス教団がこの廃墟にいるのならその装置に目をつけるだろう。動向装置があった場所に行って確かめてみろ。残念というのは少し違う。あんな怪物会わないに越したことはない。しかしこれから先貴様たちは間違いなく嫌が王でも奴らと出くわすことになる。確かにそんなに強い怪物なら会っても逃げるのが一番だな。逃げることで旅の危険を回避できるならその方がいい。昔あの旅人と共に旅をした時の経験だ。ダイン、旅人って言ったけど、その旅人は今どこにいるんだ？彼女はもう旅をしていない。旅は疲れるからな。そうだったのか。じゃあなんでダインはまだ一人で旅をしてるんだ？俺はまだやることがある。それが終わってから家に帰って休むつもりだ。帰る家があるのはいいことだな。オイラたちの旅は野宿ばっかりだぞ。
お前の家族が見つかったら、オイラたちも家を探そうぜ。モンドには美味しい漁師トーストがあって、リーユエには万民堂がある。とりあえず美味しいもんがたくさん食べられるところがいいよな。いえ、旅の終点に到達してから後のことは考えるがいい。旅の途中はまず。え？知っている気配？知っている気配？知り合いか？もしくは会ったことのある魔物か？どちらにせよ明確にした方がいい。あそこから崖の上に行けるはずだ。ダイン、行くのが早い。オイラたちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。貴様が言っていた気配、まだ感じ取れるか？でも、ここは人も魔物もいないぞ。確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前に旅をしていた時、旅仲間に連れられてここに来たことがある。俺か？俺は覚えていない。あの旅ではただその旅仲間の付き添いをしていただけだからな。ん？遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか？タンポポですら安らぎを得られぬとは。どうしたんだ？ずーっとぼーっとしてたぞ。え？それってお前の妹さんのことか？でもどういうことだ？タンポポに触っただけなのに。ふん。あるいはこのタンポポには貴様にしか感じ取れない何かがあるのかもしれん。貴様と関係のある出来事に巻き込まれた可能性がある。言ってることが雑然としすぎて全然わからないぞ。落ち着け。苦悩と不安は心をすり減らすだけだ。貴様の旅はまだ始まったばかりだろう。少なくとも彼女がまだこの世界にいることがわかったんだ。今一番重要なのは彼女を探す旅を続けること。その言葉決して忘れるな。貴様の旅の意義として、旅の終点で家族に会えることを願っている。では俺はここで一旦別れよう。俺もう行くのか？しばしの別れだ。心配するな、きっとまた会える。500モラと3つの返事を受け取っているからな。